すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でももし考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。眠れないのか。うん。クラウドも？足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな。ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。やっぱりおかしいと思ったんだ。クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな。そのお花もなくなっちゃった。お店も家も全部。またなくなっちゃった。ありがとう。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。
俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。ん？マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした。ううん、助けてあげて。任せろ。来るよね。ああ、絶対だ。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。バレット。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ、エアリスの救出だろ。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ、裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。キリエの大スクープだよ。会社は今頃事件の対応で、キリエちゃんが仕入れてきた取れたて反死んだグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコーロまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな。ウータイは結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、
情報はタダじゃないんだよ。ルータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されないみたい。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと阪神らの火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い、困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。もう少し頑張って。あ、クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから。凄腕の元ソルジャーの何でも。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまう。きっと今頃怯えてお腹を。かわいそうに。それは大変だな。わかった、ありがとうございます。見つけたらこれを。逃げたのは3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。当たり。
で仕留め、覚悟はいいか。覚悟頼むぜ。もっと頑張ろう。いや、そこだ。攻撃にかける。そこ、さらに行くがいい。決め切り取れ。沈め、気づかない。待ってました。そっちはどうだ。さあ行くよ。これで安心。
よし、これで全部か。サムのところで確認しよう。チャンピオン、これであちこちに物資を置く。これよかったら使ってくれ。うちのフリーパスだ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、どうしようもないよ。こればっかりは裏も表も。本日も闘技場はここだけの話、コルネオさんが聞けたらしい。マジかよ。誰もいねえな。お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。はあ、なんだこの花。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切れば。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備はいいか。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴。侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。
本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手強い奴が多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でもあんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。七番街との境界にある大水路に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。消えろ。
この調子で行くぞ。次は勝とう。合鍵仕込んでたやつ。役に立ったよって言えなかった。ティファ、先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが、その扉の先が目指す水路だ。わかってるよ。さあ、着いたぜ。こっちだ。近くに印がついた扉がある。安全確保よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？アニアンに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え？ほら早く行ってくれ。瞬殺キサムエラルオーディングってことない。待て。もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。ここか。ああ。プレートの上へ行く方法は中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。待て、あいつを追う。え、大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。おうぞ。あそこ曲がったぞ。負けた。当たる。うっしゃ。
この調子次も勝とう。追い詰めた。かけさせやがって。悪いようにはしねえから、おとなしくな。どうってことない。挟み込むぞ。了解。逃がすなよ。鍵じゃねえのか。すまない。お前のもんじゃねえよな。身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ、私たち。花言葉、うん、私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけどな。あなたの目的って。復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも片をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。こっちへ進もう。近道だ。コルネオの野郎、首洗って待ってろよ。奴は俺にやらせてくれ。わかった。
あいつ一人で本当に大丈夫かよ。レズリーです。コルネオさんに報告があって来ました。ほひ、一人か。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。喋りすぎて神羅に睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずが、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、神羅はミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドンになるはずが、今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほひ、お前ら七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。てめえふざけてんのか。ほひ、残念。でもふざけてないんだな、これは。それじゃあ、ブスちゃん、あとはよろしく。やろ。まずはこいつを黙らせる。そっちは任せる。待ってました。いや、行きます。逃がさねえぞ。これで安心。出番だよ。俺が出る。俺の見せ場だ。さあ行くよ。どけどけ。アグリオ行くよ。どうだ。焼き払う。さあ、はい、まだ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 。この際
愛してるぜ。よろしくね。連携しよう。待ってました。下がっていろ。キリッ。こっちは任せる。迷られちゃうな。よし、やっちゃおう。邪魔だ。そこ、よろしくね。引き寄せ。やっ。大丈夫か。コルネオは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？え？大事な人なんでしょ。いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。え？花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった。地上に出よう。上へ行く方法を教える。できるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば7番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。行くか。うん。
準備はいいか。この壁を越えちまうと簡単には。もっとスラムのひどい様子を見て回ってよ。シンラに叩きつけてやりて。本当にもう行っちまうのか。高えな。嬉しいか。おお、頼もしい限りだ。うん、エアリス待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。